透き通った川の水の先に何とも心揺さぶられる播磨屋と書かれている看板があります。神奈川県の伊勢原駅からバスに揺られて20分程度でこちらの播磨屋さんという木工玩具店にたどり着くことができます。ここはいつかずっと行ってみたいと思っていた場所だったので今日はやっと念願が叶って、お店にお邪魔する回となっております。それではどうぞ。ちっちゃいだるまとかもいるんだ、かわいい。一個一個違う表情があって選ぶのが大変。うわー、うさぎラッパ。すごい、本当にいろんなのが置いてあります。そうですよね、もうできない。あ、そうなんですね。いやーすごい。うわ、この子も本当に可愛い。どうしよう。そこの中にもいっぱい入ってます。いっぱい入ってますね、可愛い子が。あげてみてください。 ありがとうございます。うわー、ちょっと夢みたいな。かわいい。うわー、この猫のやつ最高だな。犬玉押し、うさぎ車。どうする。はい、ラッパになってる。そうですよね、珍しい。珍しいですね。わあ、一個一個顔が全部表情違うから選ぶの大変ですね。かわいい。この木のね、こういう おもちゃ、あの木製玩具って言うんですか、はい、ね、こういうのはもう今ないからね、少ないです。いや、そうなんですよね、ほとんど、ね、売ってないからね。そうですよね。これなんかもほら、当てもま落ちない。こうして。うわー、すごーい。これね、こういうこうして。うわー。これはこれのね、ここでこう回して当てもまになると。はい。素敵ですね。わー。珍しいですよ。珍しいものいっぱいありますね。これがね、はい、これが三段ゴマってね、はい、これは難しい。あの皆さんもねよくやるんですがね、おー、すごい。え、それでこの上に乗せる。すごい。あ、3段乗せられるってことですか。それでこれももう一つ乗るの。はい、すごいですね。おい、3つ乗せんの。あー、これこう、ね、これはもうこれは一つだけね。あ、これは一つになってるんですね、うん、これはここでこう巻いて、はい、それでここまでこう、ね、おお、ね、これはほら、こいつのが面白い。ただこれは難しい。難しいですね。慣れないと。はい、そうですよね。こう持っていく。それでこの上ね。お。それでこれがうまくこうの。あ、なかなか。こういうのせるのが大変なんだよ。すごいですね。うん、こういう、これもあんだよ。それはどうか、もう一つかねえだろ、そこに一つか二つ。ああ、三段駒って書いてあります、これだ。 それがそう。へえ。わ、いろんな駒がある。作る人もいない、材料もない。ああ、そうなんですね。水切っていくでね、はい、材料もないしね。だからこんなの。あ、材料がないんですね、そもそも。材料もね、はい、仕入れる材料が、はい、
水切っていう木だから、はい、だからそのすぐにね使えないの。ああ、自然乾燥してるから。ああ、そうなんですね、うん、だからねこういうあれはもうだからみんなねこうしてねこれなんかだからギネスに載ってんだよ。ギネスに載ってるんですか。そう、大山のすごいですね。大山小葉あの これが私なんですよね。あ、すごい。金運が回るって書いてあります、うん、これがそう。うわ、すごい。こんなコマの大会。そう、大会ギネス、これでギネスになってそのコマがこれギネスになったの。すごいですね。いっぺんに1500作って、ハリマさんが一人で1500個作ったの、うん、そう、大変な作業でしたね、うん、猫かな。ここに気になるものをとりあえず並べております。そしてウサギラッパ。よし、これを買おう。うわー、いろんなものが詰まってて素敵です。この謎のキャラクターもじわじわ面白い。頭の上でコマができそう。最初は3000円、うん、これがね、1650円、足す3000、それから1650円、これが500円。全部あの播磨さんがデザインのしたものなんか昔からやってるから。あ、昔から、うん、親の代から。あ、8代目だから。8代目ということはじゃあ8代前の人が作ったやつをそのまま引き継いでやってるんですね。そう、ずっとずっと。すごいですね。だから各あのなんていうの、民芸品屋さん、はい、そういう人がみんなうちに訪ねてくるの。珍しいから。いや、本当に珍しいと思います。絵がね、はい、みんな違うでしょ。はい、そうなんです。あの手で描いてる、ハンをしたような絵じゃないから、もう、はい、なんかちぐはぐの絵ない。これなんかみんなだから描いた人がいるんだ。これは何ですか。これはね、もうないでしょね。うさ、あの、ないでしょ。あ、それぞれのデザインの 絵なんですね、これは。これはリンゴのあれかな。もうこれもないよな。これは大山の駒回したい。いや、本当に素敵です。素敵なものづくりを。あの絵が素朴でいい。いや、本当にそう思います。本当に素朴で、目が立っ子だったら眉が立っ子。はい、絶対こう真似できないと思います。播磨さんならではの。もうちょっと丁寧に描けばいいんだけど、そういう描き方しないで、もういきなり絵になってないって言うんだけど、でもそれがいいって言う。いや、それが本当に味だと思います。すごく素晴らしいと思いました。いいんですか。これはね、すごい。これはね、あのアメリカにね、輸出してたの。え、そうなんですか。これ鉛筆、鉛筆、これ
くらいまで入ってないけど、そうなんですね、うん、いやすごい、え、こんな素敵なものいいんですか、もらっちゃって、ね、あげましょうよ、ありがとうございます、ありがとうございます、それはね、ケンタッキー、これケンタッキーかな、はい、これアメリカへ輸出していたの、あ、そうなんですね、そんな貴重なものを、ありがとうございますありがとうございます。播磨さんにも実際にお会いできて、お話も伺わせていただいて、すごい充実した時間を過ごさせていただいたんですけれども、木工玩具全部可愛かったですよね。ぬくもりにすごい溢れていて、でもそれを作られている播磨さん自身がすごい魅力的な方なんだなって思いました。播磨さんは90歳を超えていらっしゃるんですけれども、それでもものづくりを続けられているっていうのが素晴らしいことだなって思いました。日本の職人さんって繊細ですごくこう細かい息を飲むような作業をされているっていうイメージがあったんですけれども、播磨さんはもちろんそのいろんなね形のコマを作られていたりとか、こう技術的にもすごいんですが、あの子供が描いた絵のようなこうなんていうんですかね、こう無邪気な一面もあって、それが唯一無二なんじゃないかなって思いましたね。あとは私の生まれるずっと前の私の知らない時代を生きられていた方と一緒にお話ししたりとか、播磨屋さんは8代目っていう風に言っていたので、もう江戸時代とかすごく昔からこう遊ばれていたおもちゃをこう使って説明してくれたりとか、時代を超えて子どもたちが遊んでいたものを作られているって本当に素敵だなって思いました。その播磨さん自身もこの木工玩具にすごく愛着を持っているんだろうなっていうのはひしひしと伝わってきたので、もうとにかくなんていうんですかね、言葉じゃ言い表せないくらいすごいところに行って、播磨さんってとんでもない人なんだなって思います。もう皆さんもぜひ播磨屋さんの木工玩具、いろいろねお取り扱いされているお店とか雑貨屋さんとか、あと鎌倉に旅行に行った時にお土産屋さんとかでもお見かけしたので、手に入る場所はいくつかあると思うので見てみてください。癒されます、とにかく癒されるし、播磨さんの情熱が木工玩具おもちゃの中にギュッと詰まっているので、ぜひ皆さんも見てみてください。ありがとうございました。